ヨキさん、スレイザスパイアは面白いですよ。スレイザスパイア、あ、これのこと、このゲームのこと。このゲームのことって言ってる時点でちょっとあれだよな、お察しだよな。バウンド1ダメージ食らってもいいから、ちょっとバウンドやりたいんだけど、いや我慢しよう、ここは我慢しよう、どうせすぐ回転するから。9なんだよな、あれ9なんだよな。お、防御が出るの、ナイス。よしよし、12。バウンドフラスコさ、使う日もなくない？ギリギリなんだけど、2食らってるしさ、こいつさ強くねえか。また無駄にダメージ食らったわ。いった、イラッとするわあいつ。下下、お、ターン終了し、筋力プラス1。ヒールフック。うん、防御力は考えとく。よろずや、よろずやが急遽引いてく。勇者よ急げ、ブラベースだけってやつはこのゲームに似てますが、男性じゃなくアクティブバトルなのでもう少し難しいかもです。アクティブバトルなんだ。アクティブバトルやだね。手札のカードが無料になるの。よいしょ、これしのげた。トリさん、うん、敵は待ってくれません。敵待ってくれないの。もう俺もうこれ助かる見込みないんだな。おい、奇跡か。男性は男性でいいんだよね、なかなか。うん、変えられない良さがある。バウンドフラスコ、あ、これ強いんよな、マジで。ちょうどあれで毒与えて、やっぱいらないよな。いらない。トリさん、うん、考えてやる。このゲームも超楽しいし、アクティブも超楽しい。ダーケストダンジョンもクリアしてないし、迷いどころ。わかる。そうなのよ。結構なんだかんだで俺前毒構成やってたんだけどな。破逆性。敵に一人に出る。あー、これいいね。これさ、ちょっと無理っぽくない？無理っぽくねえか。ちょっとこれやばいな、ダメージ食らってる。俺これいけそうな気しないな。どれもゼロになっても嫌なんだけど。どうした？これはさすがに使えないよな。うん、あれフラスコだったらいいのにね。フラスコとセットになるとき、なんか、うん、きついよ。トリリニクさん、アンニャモグモグ、アンニャテレル。何が出れるの？アニア出れる。あ、これで消費抑えられるんじゃない？ほら、ほら、バウンドフラスコゼロになった。はあ。気持ちいい。いやー、今のいいわ。攻撃手段これだね。よし、トイレ行こう。トリさん、すみよ。強いでしょ。もう一回レモンドを取ってくる。やばい、トイレ行きたい。レモンドも飲みたい。
一発かよ。こいつ脳筋キャラでしょ。わらわら、やばいよね。え、これ何、あ、捨てるカード選ぶのか。いやー、やばい、もう全然ダメなのに。うらスキル1枚するため経験力2、スキルか、これだよな、スキル。あ、これアタックなんだ。もうこれ使う、これは使わざるを得ないからな、正直。これもスキルだよ、これもスキルだよ。嘘でしょ、これもう負けたんじゃない。これもスキルよ、これもスキルよ。アタックこれだけよ。マジで9回3ポーションよ。あ、ポーションあったね。あ、ダメージ10、筋力ダメージ10、とりあえずダメージ10与えよう。いや、権利をかけとく。好きな枚数のカードを捨てて、好きなカード一旦防御力上げよう。もういい、権利をかかってもしょうがない、これはしょうがない。あれ21って何、21って何、あれ21って何これ、まあ、聞いたことないんだけど。あー、やった、倒したよ。し、ちょうど10だわ。 OKOKOK。 ハッピーフラワー3ターンごとにハート。今なんかカードの複製するって書いてあったような気がしたけど、めちゃめちゃ強そうな気がしたけど、ポーションあんまこれいらないよね。俺がポーション使わないっていうのもあるけど、ディフレクト防御、防御でしょ、ディフレクト。9回3悪魔は3つ複製する。ん、悪魔は3つ、やば。はい、ここかけよ、ここ3分の1よ。ストライクか、ストライクか、ストライクか。9回3ただコストでかいから使いにくい。あ、そうなの、俺コスト見てなかった今。コストでかいんか。俺なんかコストさ2とかあるの見るとちょっと嫌なんだよね。もうコスト2の時点で少しやつき、自分でもよくわかんないけど。さなぎ、へえ、コストゼロだって。1枚捨てるんだよねこれ確か。5ブロックいる。よし、大丈夫よ、大丈夫、全然大丈夫。いや大丈夫じゃないかもしれないけど、全然大丈夫。これストライクただか、ただストライク。いやー食らうなー、これなんだっけ。あ、同じ枚数引くか、あんまり見ねえよな。もう休むしかないからな、休んで HP を回復することしかできない。いやダメだ、カードの回転が弱い。
全然しのげない。今ダガースローすればよかった。行くぞ狂気、頼むぞ。八角、八角、よしよしよし、やらずや。アタック、山、山にアタックカードがない。とんでもないデッキだな。あんま考えなくてもよかったな。これなだけど、バックフリップもいいんだよね。バックフリップこ頂点だな。恐怖、弱体99を与える。ええんか、ええんか。いいのもらったわ。深呼吸、うん、呪いカードないよね。フライク1枚潰すか。よし、恐怖がある。バックフリップ無力、いいね。頼むよ狂気、来た。やめろって、なんかしたと思われるじゃん、やめろって。めちゃめちゃついてるわ。球界さん、カードが答えた。カード答えてくれたよね、マジで天才か、カード。ヘイ、何これ、ガンダムの無色のカードは X。 あ、何もないからか。やっぱな、ちゃんと思いは伝わるのよ、本当に思いは伝わる。みんなただそれ分かってないだけ、気持ちが足りない。みんな6、 OK、 終わり終わり。石毒、金切り、これいるかな。これな、プレイングするたび、あの毒のやつ俺もうなんかだいぶ痛い目見たからな。よし、 HP 満タン、これで死ぬはずがない。うん、よろしいよ。ストライク、リフレクト、うん、防御耐性入る。来た、永遠の弱体化、永遠の弱体化だよ。カード2枚引く。いや、これはダメージ2回与えた方がいいのか。いや、これ狂気使えねえな。これあと中身なんだっけ。あ、ここでこれがあるわ。カード2枚いく。よし、 OKOK、 引かなかった。これでリセット入るでしょ。あ、ダメだ、プラスコマンダメだ。これアタックなんだよね。アタックをプレイするたび3ダメージ受ける。こっちが3ダメージ受けんだよね。
ほんとそれがやだ。あ、クラスコで。もうマジこれズルだと思うけどな。いや、これ攻撃しちゃダメなんだよね。シャープハイド、シャープハイドっていうのがうざい。これ 8×2 球界さん、相手もずるいから。相手もずるい。やっぱりこの状態でこれしかない。あ、ストライク引いたわ。いやー、これあったっけ。スピン脱力もあるんだよね。一旦もう強制。あ、脱力いるこれ。回転させる。あー、5食らった。3412。球界さん、デッキパワーをインフレさせてズルさバトルするゲームだぞ。そんな終わってるゲームだっけこれ。狂気。もうなんでここで狂気出んの。もう狂気あのために取っときたいのよ。もう狂気それには出ないぐらい。腕力3を与える。え、あ、脱力3を与えるか。脱力3か、腕力3を与えるんじゃなくて。ダメージ8受けると。これ使う意味あるか。ないよな。ただで3ダメージか。それだけか。いや、3ダメージ稼ぐか。行こうか。あ、そのさ、ガードずるいんだけどな。あ、またフラスコ。カードを取るやつないの。ないか。これ邪魔だな、ちょっと。これ邪魔だな。バウンドフラスコするしかないか。うん、あとは毒ダメージを毎ターン出すやつ。毎ターン。これ触らない方がいいんだよな。これは耐えるターンね。ここは耐えるところ。下手に攻撃せずに6、12攻撃できるわ。オッケー。オッケー、オッケー。またもうここに出てくるのが狂気なんだよなこいつ。俺が狂気に悩んでるわ。あ、足りねえ。あ、足りないよ。防御体勢入ってんね。あ、バウンドマンが来た。終わりじゃんこいつも。強いアドレナリン。あ、だけど廃棄か。毒を6回って敵が死亡したとき、その最大値に等しいダメージを敵全体に与える。え、死体爆破。え、強っ。無形にあるターン終了時、臨床スイッチ。いや、だけどアドレナリンで言うわ俺。強かったな。毎ターン最初に100のやつが死んだら100が移る。やばいよね。レリック追加。レリック追加よ。やっぱレリック追加よな。
お金あるね。ショップに近いところが行くか。おレナリ来たよ、レナリ。無力か。気持ちいい。12でしょ。12。これ5。これも5か。いや俺これ使いたいんだよ。あ6か。3人が6か。あもう OK なのか。じゃあこれ使うか。はい、お注射しましょうね。ちょっときつめのお注射しましょうね。お山田に戻す。ナイス。ここで凶器が来る。狙ったかのようにここで凶器が来る。凶器のために使ったのに深呼吸。これはこれよな。で3ダメージ与えて、もう敵がかわいそうでしょうがない。8に別にこれ防御してれば勝てるからな。8に16。先読みプラス。よし、俺は先読みしていくぞ。ショップ行きたい。ほら、ターン開始時アドプレイス。これ強いのかな、わからないんだよな。あれあれあんまこれ強いような感じしないけどね。また今日来たわ。13って何こいつ、何あいつ13って。それがおかしいんだ。13の意味が分からん。13の意味教えてくれ俺に。あ来た、恐怖来た、レナリも来た、アキヨミも来てる。何でも来てんの。一旦こいつは弱体化させといて、で先読みはするでしょ。だけどバウンドがなくなるか。バウンドフラスコ、あこれやればいいのか。球界さん、騒乱は勝手にとんでもないカード勝手に使ってぐちゃぐちゃになるから使えないところじゃない説ある。こんな恐ろしいの。あれ防御するの忘れてた、ガード張るの忘れてた。いた、結構食らった。いた、やばやば。暗号15よ。こいつやばくない？こいつ、こいつ何があった？なんでこいつこんなに攻撃的なの？意味がわからないんだけど、こいつ。もう凶器使いたいけどさ、もったいないんですよ凶器。強すぎんか、お前ら強すぎんか。何があったみんな、本当に。もうこいつは死ぬからいいでしょ。こいつら筋トレするからターン経過してくとまずい。マジか、筋トレしないでくれ。もう冗談抜きで筋トレだけはしないでくれ。こっち攻撃手段少ないのよ。結構筋トレしたね今。結構きつめのアップしたね。あのもう俺これにかけるしかない。こいつ1があれなんだけど、まあ、ダメだ、もう絶望的に食らってる。
やべえ。やべえよマジで。今ナイフ使ったのかな。なんか今ブフンって飛んでったけど。どっちみちこれ使わねえからいいか。あいつ毒で死ぬでしょ。強いんだがこいつ。これは動揺強い。1レベル上がると強い動揺。アクロバット獲得時 HP 全回復。15プラス回復。戦闘開始時 HP プラス。いや、いや全回復にしよう。全回復回復でいい。まだエネルギーが増える。アクロバットがない。アクロバットじゃない、あれがない。同様ナイスディフレクト。ブラー、そうこういうの待ってたのよ。ブラーとかな、こういうのを待ってたのよ俺は。よろずや。お全体に8ダメージ。ナイス。オッケー。もう苦しめの意味がわからん。あ、これ全部使えるわ。あ、ナイス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 。これも消去法であれになるわ。カード2枚引きたくないでしょ。でストライク、え、これ9ダメージ食らうんじゃない。カード2枚引く大丈夫よな。 OK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 。 ストライク、はい来た。ありがとうね、ありがとうね。やっぱこういうのがないとな。あいつくたばるでしょ。めまいがしそうなんだけど、マジで。何これ。マジでめまいデッキなんだけど。はい。お注射しましょうね。お注射しましょうね。めまいは消化した方がいいんだよ。あー無駄に8ダメージ食らう。まあいいや、もうしょうがない。めまいカードが多いなマジで。しょうがないか。いた。あ、俺そういえばポーション持ってたな。アクロバットプラスガール。いやいや、ショップ行っても意味ないよね、もう。
あ、防御出た。ナイス。あー来た、恐怖。弱体化したこれで。防御力上がるやつないよな。あ、次に足す。ん？次につなげる。やば。これ多分死ぬな。脱力もかかってるでしょ。ここで防御しか出ないっておかしくねえか、うん、もう攻撃カード出てくれ。俺が動揺するわこれ。ほら防御、あ、全然防御できない。やばい。狂気使うかここで。いや、やめよう。その妥協が良くない。いいな。待って、ポーション忘れてた。ポーション、なんだこれ。強いじゃん。このターン、あなたの手札、うん、まあ、全てコスト1になる。これちょっと取っとくか。圧力さんいらないんよな。ブラ、ブラ一応持っとこう。え、エネルギーもう足りないの。頼むよ。もう狂気出てもしょうがないのよ。狂気ガードするやつ出てくれ。ガードするやつマジで出てくれ。こいつ頭悩ませてるけど、こっちが頭悩むからな。あー、ダメだこれ。いや、脱力与えてんだよな、もう。いや。やっぱ先を読むか。無理だよな、これ。狂気、あ、狂気使えねえのか。1か、狂気。あー。ダメだ、死ぬ。マジで死ぬ。あ、ダメだ。終わった。マジで終わった。勝てる気がせんのよな。あ、これいいね。じゃあこれ捨てるか。これ使って OK、 1になった。9回戦、レアボスがまずいな。レアボスまずい。敵についてるの脱力じゃなくて弱体じゃないですか。え、弱体なの。 OK、 お久しぶり。あれ、ヨキチ、ヨキチさん、ヨキチもお話して、ヨキチ1メートル浮き向き、あったね。うえぇ、そう、このゲーム楽しくてね、ずっと続けてた。いやー、地獄。いやー、マジで地獄よな。13ブロックいる、13。どっちもいらないんだよな。ほんとにね、これね、ずっとやってる。ドン引きだよね。あ、ずっとじゃないか。え、レアボスまずいねってこれか。俺これ多分死んだな。え、多分じゃないな。死んだな、これ。あ、死んだな。死んだ。やばい。死んだ。あぶねえ。あー、もうダメだこれ。だけどもう助かる見込みが見当たらない。あ、死んだ。
327。いや、これ無理じゃないかな。あ、これ無理じゃないかな。いや、無理だよな。死んだわ。新しいのアンロックした。何アンロックしたんだろう。筋肉いちゃえる。よちちさん、わらわら。カードゲームなんですよね。もうろくな目に遭ってないっていう。このゲームはね、10時間やってる。今んとこ10時間やってる。全然クリアできない。ランダムなるやん。ランダム。お、脱力にならない。それだけで。こんなゲームですよ、ずっと。いけるかな。なんか優しいな、敵。敵が優しいな。どうした？敵が優しいぞ。なんかあった？え、ちょ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 。敵が優しい、うん、え、敵がめちゃめちゃ優しい。みんな今何時？12時か。お昼か。お昼か。もうお昼なのか。まだアップグレード。ワンブロックアップはでかいよな。ちょっと。レナリがある。あ、これってこっか。あれとセットで使えそう。いやー。強いんよ、敵。こいつがカード揃わない限り一生弱いっていう。もう組み合わせが最悪なんだよな。終了時カーリを1枚保留するってどういうことなんだろう。よっちさん、カードは運ゲーなん？カードね、結構運ゲー揃ったので、なんか今やってるやつがなんか結構毒でやるやつみたい。今結構内容覚えてるから結構ちゃっちゃと進んでるけど、最初の時ね、一個一個カード読みながらずっとやってた。アホみたいにずっとやってた。アホみたいに。これだ。有毒ガスを与えるってやつ。毒を与えて一ターンごとに敵を削っていくっていう。いやー、きついですよ。きついですよ。何がきついのかっていう話だけど、もうこうやってさ、これレアボス、こうやって8ブロック、これブロックを得るとか。なんかカードゲームって覚えないと楽しくないですよね。そうなんですけどね。ナイス。運だけはいい。中海さん、うん、嘘ほどやり込んでる人は多分9割くらいの確率でクリアするよ。え、マジで？そうでしょ。9割ぐらいでクリアすんのこれ。無理よ俺。俺は無理よ。今のは精一杯だからね。
こうやって防御で11、ここ13、だから俺2ダメージ食らうっていうのを永遠とやるっていう。あ、防御。ちょ、防御全部使っても足りないんだけど。あ、厳しい厳しい厳しい、マジで厳しい。一生勝てないんだよな。まあ毒与えてるだけマシだけど。いやー辛い。いやー辛い。ギリギリ。あー強い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 。もう自利品で減ってきてる。3発でいける？いけない。3発いけない。あ、いけたな今毒で。あー毒でいけた。いやたぶんね、見応えないですよ。見応えないっていうのもあれだけど、自分がこれか。南さん、うん、本当にまだやってた、すんごいご飯食います。お昼に来たか。そっか、来るって言ってたもんね。ありがとうね。そう、まだやってたよ。まだ結構のんびりだけどね。まだマイペースでやってますよ。で、6ダメージ。こうやって。再生ゴール。南さん、こちらこそありがとうですん。強すぎシェアートバディ。なんで強すぎスタンプだね。いいね。カード変化。何に変化するんだろうね。串刺した。まったりやってるよ。お、戦闘開始時筋力1。筋力1か。微妙だね。いやー、レアモン行きたいな。レアモン勝てるかな。え、いけるいけるいける。え、これいけないかな。これいけないような気すんな。みなみさん、お昼もセブンイレブンですん？お昼もセブンイレブンなの？俺ケンタッキーかなんか食おうかな。迷うな。ケンタッキー頼もうかな。みなみさん、ケンタッキークリスマスチキンの予約始まりましたね。え、そうなの？マジで？そういう時代か。マジでさ、あっという間にさ、時間経つの早いよね。本当に。ちょっとうんざりするな。うんざりするだっていうのもあれだけど。ちょっと勘弁してほしいな。先。倒せる。南さん、あっという間に年末年始。ほんとそれ、ほんとあっという間なんだよね。マジで嫌だ。ほんとそれ。マジかって感じがするね。マジであっという間。めっちゃダメージ食らってるけどね、これ。はいはいはい、ミスったミスった。はい、いか。これ、これするか。
南さん、うん、大晦日カウントダウン配信お願いします。すると思う？しないよ絶対。カウントダウン配信さ、一昨年やったね。一昨年やって後悔しましたね。なんかリスナーにいじめられて終わったわ、一昨年確か。もうボコボコにされて終わったもん。みなみさん、それはかわいそう。それかわいそう。カウントダウンジャンプ配信してください。やだよ、ないだよ、カウントダウンジャンプ配信って。これ死ぬじゃん。こいつらさ、攻撃力9944だよ。俺24よ、HP。どう考えても生きられないんだけど。あ、HP は少ないのか。もう無理よ。よし、倒した。一匹を倒した。エナジー欲しい、もうちょっとエナジーくれ。周回さん、このクソヤンキー集団はクソです。マジヤンキーだよなこいつら。ヤンキープレイなんだよ。早め下げで2回であいつ死ぬか。行こうか、もう1個は保留しとくか。あ、有毒ガス出た。有毒ガス使いてえな。いや、効果グッとこらえよう。よしよしよし。あ、で、これで有毒ガスを放流にしよう。オッケー。こいつらさ、強さおかしくない？串刺しがあるわ。あ、意味なかったわ。よし、勝った。いやー、マジで。強いんよ敵が。これスライスってゼロなんだけどね。いらん、もう新しいカードはいりません。1ダメージ食らう。いや1ダメージも食らいたくない。よし、 OK。あの毒が出るまで我慢。もう毒が出るまで我慢。あ、毒くそ。よし、こっちまで行こう。いやー強い、敵が強い。ガス出たわやっと。待て待て、これガス使うと、まあいいや、しょうがないもん。2ダメージ食らうわ。ヒヨーヒヨーヒヨーって。もう意味わかんない、ヒヨー。あ、誘導ガスまた出た。もっと。もう辛いんよ。なんでこいつがまた出んの？ね、なんでこいつがまた出んの？意味がわかんないんだけど。頼むよマジで、マジでマジで頼むよ。もう死ぬからさ本当に。1ダメージ食らうじゃんまた。ほら、もう自利品なのよこっちは。もうどう考えても自利品なのよ本当に。もうギリギリなのマジで。酔ってんの。先読みのすごいとこ見せるわ俺が。残すわこのカード。よし、シャー。あいつよマジでよ。串刺し使えねえの？なんで？アタックカードが使えないのか。こいつ鬼だな。お、また叫びするけどね。よし、残すのこれでいいわ。シャー。飛び蹴りかこれね。うん、さん笑うからやめて。そう、あれやばいよね。来た。
そんな笑うことないですよ、全然。よいしょと。で、これ残すと。あ、もうお手本ですよ。お手本のようなプレイですよ。お手本プレイ。やばいな、これ。いや、ちゃちゃ、ストライクです。16、ギリギリ。これだね。よし。あ、残すカード選べるんだ、こうやって。あ、すげえな、毎ターン選べるんだ。11。これで1枚引いても無駄だよね。うわぁ。これ使うと、あ、4。あ、すげえすげえすげえ。叫び残しこ。いたーいたー。11。厳しい、戦いが厳しい。叫び使っとく。いやねえ、いや叫び使っとこう。あ、分裂した。分裂。もうこいつらさ、やることがえぐいんよな。なんで分裂すんの。人の気持ちになってほしい。あ、倒せた。よし、2ダメージ。あ、待て。一旦キャンセル。キャンセルができない。ねえ、気使えばよかった。いた。あー、やばい、もうマジで食らう。ちょっとさー、勘弁してくれ。6、オッケー。はっ、倒せた。龍海さん、体力半分で分裂するから、その前にたくさんダメージ与えないといけない。そうなの。あー、ダメだ。これ毒ガスさ毒ガスあげていい？もう体力的にきついの分かってるよ。ポーションでも多分勝てないとは思うよ。思うけど毒ガスがないんよな。いや、先、いや、一旦これ使って、これ好きなカードで、これカードを全部捨てよう。来た、有毒ガスで、ハヤブサ切りで、あ、ガス引けない。よしよし、もうこれでしのぐしかない。ぶさ切りでストライクか。シーザー8だよね。よし、何スライムクラッシュって。何35って。何こいつ、何やってんのマジで。ちょ、35ダメだって。これどう考えてもダメやろ。普通わかるだろ、ええ大人が。良いシュートだ。良いシュート使っとくか。無力か、もう脱力してるもんな。あ、もうダメだわ。素で受けるわ。26を素で受けるわ。脱力やってるもんな、これ。もうこれ、あ、待て、これ後で廃棄するから。26素で受けたんだけど。信じられないんだけど。毒でしょ。先読み。一旦粘液を1枚消化するか。で、バックフリップだ。あ、頼むよマジで。いや、分裂やめろマジで。マジで分裂やめてくれ。もう冗談抜きでやめてくれ。本当にしんどいから。もう分裂マジでやめてくれ。もう冗談抜きで。よし、オッケー。なんとかギリギリだよな。はやぶさ3。
ターンあるな。ちゃちゃちゃ、これは8でしょ、はやぶさが9でしょ。動いてきた。これでよし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 、あ、防御取っときゃよかった。え、また分裂するの、あいつ、あいつまた分裂するの。もう耐えきれないんだけど。待て待て、5でしょあいつ、5、14、14、6、1匹は倒せるか。1匹倒したところでじゃないこれ。あ、終わったわ。9回戦、これが最後の分裂。終わったわ、負けた。負けんなよマジでよ。全然勝てねえわあいつ。クロネルさん、初見です。あ、初見さんいらっしゃい。うん。本当に適当にゲームしてるだけです。よろしくお願いします。選び獲得。弱体に手札に1枚読まれそう。ロージングでしかないじゃない。エハナさん、初見です。初見です。あ、エハナさん、どうもです。うん。クロメルさんもどうもです。もうのんびりやってるだけですよ、本当に。信じられないよね。なんか楽しいですけどね。手札を下に置いて、軽くする。防御カードちょっと避けとこう。山の底に置く。エハナさん、うん、あれからずっとやってるの？わら。そうそう、ずっとやってる。ダメ？ずっとやっちゃダメ？ずっとやっちゃダメか。いいよね。いいよね。許されるよね。あー、もうちょい。エハナさん、うん、寝なさいよ。わら。そうだよな。普通はそう言うよな。寝なさいよって言うよな、普通は。あ、待て待て、これ使わなくてよかったわ。しまった、ミスった。うん。ね。南さん、うん、花金なのに。今日金曜日か。特に飲みの予定もないんですよね。うん。飲みの予定ないからいいかなっていう感じなんですけどね。クロメルさん、アイクラはクリアした感じです。アイクラって何ですか？一番最初のやつですかね。これ2番目に出てきたやつをやってるんですよね。クロメルさん、アイアンクラッド。アイアンクラッドよくわかんないけど、多分クリアしてると思いますけどね。防御開けとくか。1番目のやつはクリアして、今2番目のやつですね。でこれをレベル3までとりあえずクリアしようと思って今頑張ってます。こっち、あ、ディフェント、ほうほう、いいですよね。もう何がいいのか分かんないけど、これストライク消しとこう。ストライク邪魔だわ。存在感の薄いストライク。うん、そうなんですよ。頑張ってはいるんですけど、ニッチもサッチもで、ニッチもサッチもの状態なんですよ。クロメルさん、うん、サイレント苦戦してる感じです。サイレント苦戦してますね。だけどね、九海さんって方が熟練の方で、あ、今コメントもしてくださった方で、慣れてる人だと9割方成功するよみたいな、9割方っつったっけ、まあ、多分そんな感じで言ってたんであれなんですけど、あとこれか、うん、なんか全然俺成功しない、無理だわ。あっち5、無理なんすよね。あー、惜しい、うん、ありがとうございます。クロメルさん、まあそうですね、自分も一応全実績やってます。え、全実績やってんの？なんでみんなガチ勢が多いのこのゲーム。なんでまあ好きな人は好きなのはわかるけどね、みんなガチだよね。あ、これで勝てるか。
あー、ブラー来たよ。あー、ブラーいいわ。ブラー癒される。ブラー取っとこう。うまくいった。レリック、ポーション箱。南さん、うん、そろそろ戻ります。また帰宅時に来ますね、うん、あ、はい、帰宅時までやってるかな。ありがとうございます。ブラ、ブラあげとくか。ブラ強いよね。お金ねえわ。ブラ強いんよ本当に。ブラ使うわ。マジブラ様様よ。あ、倒せそうだな。いや、後で倒すか、あいつ。クロメルさん、うん、強いけど、うん、そんな序盤からいるかと言われると。え、そうなの。え、序盤からいるよ。いらない、いらないってことがある。序盤からこっち、あ、捨てるカードか。やばい、下に戻っちゃった。あれ、カード使えばよかったな。ストライク来てんじゃいけない。いらない、俺いるよ絶対。ね、毒が全然うまくいかなくて。ここブラ負けとこう。やっぱ回転が、やっぱ回転命よな。あ、これやんなくてもいいのかも。やっちゃった。うん、飛び蹴りかな。アダガースローか。いや、飛び蹴り、今回飛び蹴り。うん、結構まったりよね。6、防御これでいいじゃん。で、用心でブラ突っ込んで、オッケー。行こう行こう行こう。三崎さん、今電車の中なんだけどまだやってる。皆さんすいませんね、なんか本当に本当にすいませんね。嘘でしょ。嘘だと思うかもしれないけど本当の話なんですよ。申し訳ないですね。ブラーさんがいるわ。ブラーさんいれば大体いけるからな。バックフリップ下手にやんない方がいいんだよね。いや、バックフリップやるか。あ、出てこねえわ。ストライクだけだ。この用心ってカードがマジで強い。ちょっとおかしいんじゃないっていうぐらい強い。あ、待て待て、あれ使わなくてよかったわ。防御に使っとくか。リパシさん、最初の3つのゲームを合わせた時間の3倍くらいやっとるのすごいな。まあそう言われるとそうだね。だって楽しいんだよね割と。ついつい続けちゃうんだよね、ついついね。ちょっとブラーさん突っ込みたいけど、これブラーさん無理か。いけた。あれ、用心ってやつがすげえな。はい、飛び膝反射あるじゃん。反射持つか。HP2 回復。もう2だけでもだいぶ違う。あー、またスライムマン。スライムメン。スライムメン。よし、これ飛び膝蹴り入れとくか。スライムメン。もう頼めよ、スライムメン。
ルアーでしょ。こいつ最悪だな。カードの枚数めちゃ増えてる。そうそうそう。だけどね、キャラごとに違うらしいよ、この種族ごとに。飛び膝ゼロ、ゼロ飛び膝。次の弾で持つからな。これで来いや。あ、眠った。これな、すぐこういうことするから、こいつ極悪だよ、こいつ。やばいやばいやばい。あ、分裂したか。いい感じで分裂したね。粘液いらねえな。マジか。これで家帰ってもやってたらすごいから、やっててくれ、グッドゲーム。やろうと思えば俺結構何時間でもやるからね。三鉄とかする人間だからね。飛び蹴り、飛び蹴りいいな。どうしようかな。飛び蹴り、飛び蹴りやろう。あと一発。あとこれでいいのか。ブラー来た。ああ、これ使えばよかった最初から。プレイするまでそのコストはゼロ。あー、これずっとゼロではないんだ。つらいな。